赤岩市吉井郷土資料館は、1927年に建築された、旧人堀人城高等小学校本館を移転、縮小を改築した建造物。2007年に登録有形文化財に登録され、郷土の民族資料や、学校関連の資料を展示している。昭和2年に赤岩郡人と堀村に、人と堀人城小学校の本館として、 新校舎が建設される。当時の人絞り尋常小学校は、軍北部の5家村の中心的伝統校であり、多くの卒業生を輩出したが、農村の急激な過疎化により東廃合が相次ぎ、昭和56年閉校した。しかし解体を惜しむ多くの学区民、卒業生から保存を望む声が寄せられ、せめて記録に留めようと、自主研究として実測調査が行われ始めた。 その結果解体方針が再検討され、この校舎そのものが、郷土の歴史的資料として寛容され、昭和59年に、吉井郷土資料館として残されることとなる。本来建っていた場所に建てられることが望まれたが、新しい施設に期待される多くの住民への利便性、円滑な管理運営、校舎跡地の有効活用などのいくつかの課題を解決するために、 現在の場所に移築されることとなった。そして、平成19年5月15日、吉井郷土資料館は、登録有形文化財に登録される、昭和初期のモダンな洋風建築である、当時の小学校建築の先駆けとなった。一転された今では、左右がほぼ対象だが、もともとは、左右非対称の建物で、全体的には、 英国風のネオチューダー様式である。元々の旧人堀神城高等小学校本館は全長45.5メートル、奥行き9.1メートル、高さ11.6メートルの大型の建物で1926年に設計された。ただし、一区に際して規模は約半分に縮小された。ありがとうございます。